ハロー、けいちゃんです。今日はですね、ちょっと変わった方法で、フォートナイトをプレイしていこうと思うのですが、ですね、今回使っていくのは、デモクリエイターっていうアプリ、ソフトを使っていこうかなと思います。このソフトね、録画もできて、編集もできる。で、なんと、VTuber みたいなね、バーチャルヒューマン機能っていうのがね、ありまして、今ちょっとね、顔出ししたいけど、なんか表情つけて実況したいけど、とか、まあ、VTuber なりたいけど、まあそのモデルの費用とか、なんかモデリングする費用とかが、まあ、結構高め。だからちょっと金銭的にっていうね、方。普通のなんか VTuber とかだと、手までね、動かないんだけど、顔だけじゃなく手まで動くっていう、それが、もう録画も編集もできて、さらにそれもついてるっていう、ソフトがあるので、今回、それを紹介しながら、フォートナイトをしていきたいと思います。じゃあ早速、バーチャルヒューマンになっていこうと思います。ドン！はい、こちら。見て。手まで動くっていう。わ、すごい！ピースもできる！すごい！ちょっと難しい動作はできないと思ったけど、なんか全然顔のなんかパーツとかもいじってないのに、しっかりね、瞬きもするし、あ、すごい。いろんな、ここからね、いろんなアバターがもう用意されているっていう。おい、ちょっとなんかアイドルっぽい。あ って私のカメラの位置が おかしいから とか、じゃなんか、中国系みたいな。お姉さんもいる。どう？かわいいんじゃない？ハロー。すごい！こんな綺麗に認識してくれるのね。でね、背景も、このゲームの背景も映すことができるし、しっかりね、グリーンバックも用意されていたり、おー、こんなイケオジとかも。ね、表情ありで、私あんまりその顔出しフォートライトとかしたことないから、で今回これでね、やっていこうかなと思います。はい、ということでね、スクワット埋めるでもね、やっていこうかなって。久しぶりに、なんかすごい僕 今ね、ちょうど4時ぐらいだから、子供たちがね、帰ってきてる時間なんじゃないかなって。喋ってるのかな。こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんにちは。聞こえますか？聞こえない。集まってきた！集まってきた！あ、聞こえてる！聞こえてるんだね！こんにちは！聞こえてやがる！よろしくお願いします。まだというか、私、なんかちょっと親指が腱鞘炎でですね。あんまり建築が上手じゃない。いや、もともと上手じゃないんですけど。あ、やっぱ味方が！ナイス戦車？もう建築を忘れてしまったよ。敵を倒しに行きたいですけどね。おお、ライトセーブ来た。これいらん。おっぱい描いたみたいな。今顔描いたのに。顔描いたらおっぱい描くぞ。え、これこんなこと言っていいのかな。まあいいか。ただもう手まで動くから何してるか分かっちゃうんだけど。サボってる。もうバレちゃうじゃん。これ携帯とか見てたらどうなるんだろう。片手が どっか上にあるから しょっぱめじゃないですか。待って、こっちガチいる。こっちガチいる。あ、しゃべったなるべく来れたら来てほしい。誰だ、しゃべってんのは。ファニーなんとかか。やばい、ごめん。こっちも今、すごく戦っ申てしい訳る。に。いや、申し訳ない。やだー、本当にか、開かない。ごめんなさい。ありがとうございました。ごめん、すごいごめん、ありがいや、ごとめん、私もほんまごめん。う。わ、女の子だった。うわー、喋りたかった。ごめん。じゃあね、バイバイ。じゃあねー。やっぱこの時間帯いいね。
はい、ということで、まあ負けちゃったんですけど、今の試合をね録画してすぐこの動画を編集できるということで、同じソフトでちょっとねやってみようかなと思います。はい、ということで撮影が終わりました。で、今回の、動画はですね、こちらにもうシュッシュッシュッと入れてここに入ってます。この3つのね動画を順番に、入れていってですね、こういう感じ ですぐ編集できるっていう。これね、あとね、このエフェクトとかもね、モザイク、こういうのアニメーションとかももうなんか簡単に、そう、説明がさすごい細かくされてて、このアニメーションと一緒にどういう、これはどういうエフェクトですよみたいな、どういうアニメーションがありますっていうのがね、すごい細かく分かりやすくなってて、最初はねやっぱりフェードアウトってどういうやつとか、だからこういう編集したいけどそれって何て言うんだろうみたいなのとかがね、あんまりこれはないのかなって、すごい使いやすいと思うな。最初はこれから動画編集を始めるにあたって、なんかすごい使いやすいかなって思う。あーね、何これかわいい。ほら見て。ハロー、けいちゃんです。おい、なんかポンと可愛いのが、これこんなにある、すごい、あ、すごいな。わ、矢印とかもあるんだ。ちょっとポンと入れてみよう。もともとこれ入ってんのめっちゃ便利だな。しかも可愛いし。思います。おお、すごい。あ、これ、え、可愛い。これ普通のなんか、あ、丸とかもあって、シェイプも最初から可愛いのがあるんだね。あ、すごいなこれ。あ、見て、こんなに、あ、すごい、これステッカーとかもある。あ、しかもなんかさ、ちょっと古っぽいとかじゃなくて新しめな感じがすごいね。デザインがめっちゃ可愛い。え、なんか可愛いとかがあったり、あ、なんかエモいとかいうやつじゃないですかこれ。おお、すごいすごいすごい。あ、楽しいなこの編集ソフト。あ、効果音までついてる。おお、マジか。音楽、え、BGM も入ってんの。あ、すげえ。で、こういうエフェクトストアまであると。そうでね、これめっちゃ紹介したかったのが、今方法でフォートナイトをプレイしていこうと思うのですが、はい、っていう、まあいつもの私の声ね。ここのオーディオっていうところで、なんと声だけ変えれるっていう、あの奇跡みたいなね、面白機能がついてるという。あのね、私これ本当にね、このソフトね楽しいって思うんだよね。なんか動画編集に一番時間がかかるって、素材集めとか、自分でそういう、なんだろう、こういう、え、かわいい、そう、なんかこういう素材を集めたりとか作ったりとかするのがね、本当に大変だと思うの。そう、こういうのとかみんな一個一個手作りする人もいるし、買ったりとかもしなきゃいけなかったりとか。だけどね、もともとなんかちょっとデザイン違うなーみたいな、あんま可愛いデザインなんないなーとかもなく、もともと可愛いものが揃ってるっていうのはね、本当になんか始めやすいと思うね。でかい、これは。オン、ボイスチェンジャー機能。通常、これです。ハロー、けいちゃんです。じゃない。男性。いきます。ハロー、けいちゃんです。誰かの声に似てるな。で、次、女性。女性なんだけど。これは、これはさ、ちょっとなんか、わ、ケロケロ感がすごいな。ですあ、ちょっと萌え声系になるのかな。わかんない。なんかアリケンさんに聞こえちゃう、全部。ハロー、ケちゃんです。あ、すごい、ロボットかわいい。今日はですね、ちょっと、え、ロボット可愛くない？トランスフォーマー？ハロー、けいちゃんです。っていう、あの、遊びができるっていう、これね、面白すぎんだよね。
こうやってね気軽にあの VTuber になれたりとか、こうやって編集もね、なんか可愛い編集がこれですもうすぐもう何も素材集めなくてもこれに全部入ってるからできたりとかもするし、編集のするこのねタイムラインの感じとかもすごい使いやすいから、初めてちょっと動画編集触ってみるみたいなのはねいいかもしれない。で気になった方はね、あの無料版とかありますので、あの概要欄からぜひダウンロードお願いします。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。